花靴神社は、三重県熊野市有馬町に所在する神社、伊沢並野村と、かすぐるとっち村を祀る。七里美浜から見た身体の巨岩、日本初期一書には、伊沢並野村は、カスグルトッチの出産時に陰部を焼かれて死に、木の国の熊野の有馬村に埋葬され、以来近隣の住人たちは、季節の花を備えて、伊沢並野村を祀ったと記されている。当社では、 それが当地であると伝え、社名も花を備えて松った岩屋ということによるものである。身体である巨岩のふもとにある、トアナと呼ばれる、高さ6メートル、幅2.5メートル、深さ50センチメートルほどの大きなくぼみがある岩陰がイザナミノ村の装置であるとされ、白石を敷き詰めて玉垣で囲んだ廃所が設けられている。 一説には、イザナミノソ村を葬った地はおよそ西1 3キロメートル先にある三殿神社であり、当社はこの日の神である、カスグルトッチの御領であるとも言う。花靴神社では、イザナミノソ村の廃所の対面にある高さ1 8ルの巨岩が、カスグルトッチの墓所とされている。古事記や縁起式神明帳に、花靴神社の名はなく、神社というよりも、 ご所として認識されていたものとみられる。実際、神社の威嚇を与えられたのは、明治時代のことである。今日に至るまで社殿はなく、熊野灘に面した、高さ約45メートルの巨岩である岩倉が、神体である。この巨岩は、隕石であり、和歌山県新宮市の神草神社の神体である。ごとびき岩は、瀕死であるとして、一体を成すとも言われ、共に、熊野における、 自然信仰の姿を今日に伝えている。2004年、ユネスコ世界遺産、キー山地の霊場と山経道の一部として登録された。身体の巨岩から渡された綱。ありがとうございます。